ちは。今日はキャンドゥの購入品をご紹介します。はい、まずはモノトーン歯ブラシ10セットです。普段はこのゼブラシという歯ブラシを愛用しているんですけど、一度キャンドゥのモノトーン歯ブラシを使ってみたところ、大きな違いもわからなかったですし、すごくよく似ているので、お値段の安いこちらの方に切り替えようかなと思って、今回はたくさん購入しました。こっちがゼブラシで、こっちがキャンドゥのモノトーン歯ブラシです。このくねくねしている形とか、ブラシの長さ、裏に通気穴があるところなんかも一緒です。毛の硬さもどちらも普通です。よく見るとゼブラシの方が白黒の色がはっきり出ているんですけど、お値段が安いのでこちらの方でもいいかなと私は思います。で、次はシンクを洗うスポンジを2つ購入しました。普段は食器用スポンジが汚れてきたらシンク洗いのスポンジに回しているんですけど、これはシンク洗い専用みたいなので試してみたくて購入しました。裏を見てみると、水垢、ぬめり、汚れをすっきりかき落としますと書かれています。このアルミ粒子が水垢をかき落としてくれるみたいですね。で、こちらはリピート品なんですけど、水切り紙袋です。普段はこの小さい S サイズを愛用しているんですけど、ゴミの量が多いと入りきらなくなるので、大きいタイプも購入してみました。この袋はこんな感じで自立して安定してくれて、穴が開いているのでとっても使いやすいです。次はモノトーンストロー100本入りです。こちらは細いタイプのストローです。次はモノトーン割り箸、裏がホワイトです。これは個包装になっていて衛生的だと思います。で、こちらはプリント柄のプラスチックカップです。この柄とこの柄が2種類入っています。お菓子を作るときに可愛いかなと思って購入しました。次はモノトーンのミニフラッグピックです。こちらもデザートやお菓子なんかに刺すと可愛いかなと思って購入しました。で、こちらはいつもリピートしている中が見えない黒のポリ袋です。これはトイレで使ってます。で、次は携帯ゴミ袋ケースです。これは有名なので使っている方も多いと思うんですけど、実は私も緑を一つ持っていて子供のリュックに入れています。これなんですけど、中に袋が入っていて、うちの子はおやつのゴミ入れに使っています。で、この携帯ゴミ袋はやっぱり持っているとすごく便利なので、私も欲しいなと思って黒を購入しました。小さいお子さんがいる方だったら使用済みのおむつ入れにもいいと思います。次はコードクリップです。ドレッサーの照明のコードが結構邪魔になっているので固定しようと思って買ってきました。こちらは白黒マニアの中では結構有名な商品で、裏が両面テープになっているので洗面所にくっつけて歯ブラシ立てにしている方も多いです。で、次はイヤホンケースです。中はこんな感じです。こちらは白も販売されていました。私はイヤホンではなく旅行の時のアクセサリー入れに使おうかなと思っています。で、かわいいモノトーンのノートが3冊です。こちらはまた YouTube ノートにしようかなと思っています。これから撮影したい内容だったり、いただいたリクエストをメモするのに使っているんですが、やっぱりモノトーンだとテンションが上がります。で、次はくるくる梱包ラップです。
我が家はネットショッピングが多いので段ボールがすぐたまるんですけど、それをまとめるのにすごく便利かなと思って購入しました。ここの写真にあるようにくるくる巻きつけるだけで束ねられるみたいです。で、これはきっといい商品なんだろうなと思ったのでスペアも購入してきました。で、こちらは白と黒のマスキングテープです。幅広のものも持っていると結構便利ですよね。で、こちらは子供に購入したデジタルウォッチです。もう一本黒も購入したんですけど、購入品動画を撮影する前に子供に開封されてしまいました。つけてみると100円には見えないですし、かっこいいのでおすすめです。で、最後ですが、今私がつけているネックレスです。これ絶対100円には見えないと思うんですよね。こちらはプチプラコーデ術で大人気のブロガーさん、ようこさんのセレクトみたいです。はい、以上が今回のお買い物でした。やっぱり物と商品といえばキャンドゥというだけあって、他にもたくさんの商品が販売されていました。本日もご視聴ありがとうございました。